こんにちは。先日ヤンキー漫画を読んだ僕はなんだか強くなった気がするーとニケの戦場に急遽全裸勝ち込みしてきました。ここまでか。ニーフニケ隊長さんいたら待たせたな。このコント激震は隊長。そしてヤンキー漫画を読んで強くなった僕は隠れることを忘れ、三角木馬にまたがり、お尻をプルンプルンさせながら敵陣にライド。この私が来たからにはもうだ。隊長危ない。僕は頭部に被弾し殉職するのでした。でも2ケのうち残りあと1ケあるから復活。2ケドアイスキーすぐ行く系 YouTuber ヒルス。はい、ということで今回は過激な風刺が盛り込まれたディズニーのアニメ、ミュージカルにもなった突拍子のない展開が続くキテレツなアニメ、アニメ史上指折りに入る悲惨なクリスマスパーティーなどアニメの伝説界を4作品ほどご紹介していきたいと思います。風刺要素満載の危険なディズニー、総統の顔。総統の顔は1943年に公開されたディズニーの短編アニメです。まずこのアニメの舞台はナチランドと呼ばれる架空の街となっていて、物語が始まると唐突に賑やかな BGM が流れ始め、楽器を演奏しつつ声高々に歌いながら行進する集団の姿や、睡眠をとる主人公ドナルドダックの姿が見られます。ですが集団が着用している衣服にはアドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツのイメージマークであるマジマンジマル元いパーケンクロイツが刻印されており、ドナルドも睡眠を取りながらヒトラーへの敬愛を意味するポーズと挨拶、ハイルヒトラーを平然と行っているように見えますが、おそらく脇汗ダックダックのチキン野郎でしょう。そしてドナルドは漫字が書かれたうるさく鳴り響く私物の目覚まし時計を叩き潰し、ヒトラーを模した鳩時計の鳩を投擲した靴で押し潰しました。それからドナルドは二度寝をしようとしたのですが、先ほどの集団に武器を使って強引に起こされてしまい、それから寝ぼけ眼で部屋に飾ってあるヒトラーと昭和天皇のほか、イタリアの政治家ムッソリーニの肖像に挨拶を行い、またしても二度寝を邪魔された後は仕事用の服装に着替え、コーヒーを入れながらベーコンと卵の味がする香水を口に含み、ノコギリでなければ切ることができない硬いパンを白ひげの必殺技会心の音、もしくは小童子が屈伸する時にこだまする膝軟骨の砕け散る音くらいバリバリと音を立てながら食べていきます。そして家に侵入してきた先ほどの集団に工場に連行され、そこで砲弾の組み立て作業を行うことを強いられました。そこからはドナルドが不本意ながら仕事を行い続け、そのまま砲弾に混じって流れてくるヒトラー総統に敬礼するというシュールな光景が描写されていきます。また逆さまに流れてきた肖像には逆立ちを、大きな肖像に対しては腕の代わりに臀部を突き上げて敬礼を行います。そして休憩と称したほんの数秒程度の短いストレッチの後、ドナルドは心身を疲弊させながら仕事を続け、ついにメンタルに異常をきたし、意志を持った多数のチューブや巨大な砲弾が縦横無尽に動くというキリンの挨拶時のそれと同じ狂気の幻覚を見るようになってしまいました。これはセブンの蒙古タンメン6個決めた時の感じと言われています。そしてこのアニメの終盤で見られるのは視聴者の予想を上回る内容となっていて、この時のドナルドの行動やその他の描写の意図については様々な説が出回っている意味深な内容となっています。なおこうしたアニメが作られた意図として、当時は第二次世界大戦で敵対していたドイツ、日本、イタリアを風刺することがあったそうです。またこのアニメにはあまりにも政治色が強いからか、アメリカですら戦後長らく放送されることはなかったのですが、2004年以降はアメリカ版の DVD ボックスに収録され、日本では2015年12月に NHK で放送された番組においてこの作品が紹介されるようになりました。誰も救われない悲しいクリスマス、折り合わぬ契約。折り合わぬ契約は1968年から放送されていたアニメ、巨人の星の第92話です。まずこのアニメの内容は、主人公の星飛雄馬が日本最強の球団読売ジャイアンツのスター軍団の中でもひときわ輝く選手巨人の星を目指し、汗と苦悩と涙にまみれた野球一筋の青春を描く、いわゆるスポコン漫画の金字塔となっています。そしてこの回の内容は簡単に言うと、星飛雄馬がクリスマスパーティーを開催するというものとなっています。というのも飛雄馬はアームストロング・オズマというライバルに出会った時から自分もオズマと
と同じ野球ロボットなのではないかと思い悩むようになり、自分はロボットではなく人間だということを証明するためにクリスマスパーティーを開催するに至ったのです。ちなみに昨年12月の僕は例年同様クリスマスパンチかぶり銀行強盗クリボッチュお縄となっております。それからヒューマは会場となる宿舎の空き部屋を大掃除し、パーティーに招待する相手に送るハガキを書いたり大きなケーキを注文するのですが、ここでヒューマの友人のバン・チュータがその行動を咎めたところ、黙れバンと言われてしまい、これを受けたバンはクソー何がクリスマスじゃーい畜生と言ってその場から走り去ってしまいました。その後ヒューマはバンの姉のアキコのほか、ライバルである花形満、サモン豊作の2人もパーティーに招待したのですが、このパーティーには誰一人として来ることがなく、ヒューマが開催したクリスマスパーティーは我らのしんちゃんを環境大臣に任命してしまったあの時くらい大失敗に終わってしまったのです。そのためヒューマは怒りと悲しみに身を任せて会場内で暴れ続け、パーティー会場を一瞬で壊滅させてしまい、最後に畜生、俺は人間だ、人間なんだぞ畜生と言い静かに泣き続けました。なお TMS アニメ公式チャンネルという YouTube チャンネルではこの回が期間限定で公開されたのですが、そのタイトルには伝説のクリボッチ会という悲壮感を煽る文面が見られました。物騒すぎるワードが飛び出すディズニー。ミッキーの巨人退治。ミッキーの巨人退治は1938年にアメリカで公開されたディズニーの短編アニメです。このアニメの舞台はとある王国となっていて、突如として発生した巨人が街の住民たちの不安を煽る場面から始まります。そんな中、主人公の仕立て屋をしているミッキーマウスはそんな世間の話は耳にせず、針と糸を使い口笛を吹きながら布を縫っていました。そして自身の元に現れた7匹のハエを2本のハエ叩きで叩き潰し、ミッキーの自宅前であんなでっかいやつを退治したことあるかと会話をする住民に対して、僕なんか一発で7匹だぞと言い、それ以降はミッキーが一度で7人の巨人を倒したという間違った噂が住民の間で瞬く間に拡散されていきました。そしてそんな話は王の耳にも入ったため、ミッキーを自分の元に呼び寄せるとともに巨人の討伐を依頼します。ですがあくまでミッキーが退治したのは7匹のハエであり、巨人を倒したことは一度もありません。そのためミッキーが慌てて修正しようとするのですが、王は巨人を倒した報酬として大量の金貨を与えるとともに、姫のミニーマウスとの婚約を許可すると言い、ミニーはミッキーに近寄ってキスをしました。するとミッキーはミニーに惚れ込んですっかりその気になってしまい、あらかじめ持ち込んでおいた仕事用の大型のハサミを振りかざし、よーし奴を細切れにしてやるとこれからチンジャオロースを作るかのような物騒な言葉を声高々に叫びました。そしてそれから見られるのはミッキーが多くの住民に見守られる中、巨人退治に向かい知恵と工夫を凝らして自身の背丈をはるかに上回る大柄な巨人を倒すコミカルなシーンとなっています。まあ我々クラスならモンスターカオス6本あればいける。チャージマン剣史上トップクラスの知名度を誇る回、頭の中にダイナマイト。頭の中にダイナマイトは1974年4月から6月にかけて放送された子供向け SF アニメチャージマン剣の第35話です。まずチャージマン剣は主人公の少年泉剣がチャージマンと呼ばれる姿に変身し、地球の侵略を目論む人語を話す生命体ジェラル星人から地球を守るという1話完結型の作品となっています。そして頭の中にダイナマイトですが、物語は剣とその友人のロボットバリカンが映画館の売店に向かう途中で西ドイツの学者の男性ボルガ博士と出会うところから動き始めます。それからボルガ博士はケンたちと簡単な会話を繰り広げるのですが、そこから怪しい男に呼び出され遠く離れた場所に誘拐されてしまいます。それからケンはこの事態を目の当たりにしつつも、なぜか家に帰ってテレビのニュース番組を見て、誘拐されたはずのボルガ博士が通常通り会合に参加しているという矛盾点を知ると会場に向かいました。そしてそこの参加者たちに、皆さんそこにいるボルガ博士は偽物ですと言い放ち、そのうちの参加者の一人である吉坂博士に、ケン君何を言うんだ、今日はもう帰りなさい、沈黙は金なり、引き続き情報を集めると言われます。ですがここで突然黒くて長い耳毛のようなものが描かれるとともに、時計の秒針が動く音が鳴り響き、そこからいきなりケンは、そうか頭の中に爆弾がと言ってチャージマンに変身し、空飛ぶ乗り物スカイロットを運転しながら
からボルガ博士を拉致しました。そしてボルガ博士、あなたは殺されたんです。その頭の中に爆弾を仕掛けられて、今のあなたは人間ロボットなんだという意味不明な説明をした後、ボルガ博士、お許しくださいと言って手元のボタンを押し、スカイロットの一部の床に穴を開け、ボルガ博士をビックラポン式で突き落としました。さらにこの時ボルガ博士は空飛ぶ円盤に乗って剣の後を迫っていたジュラル星人に直撃したため、ボルガ博士は大爆発を起こして、そのまんまマンマミーヤバイオエーンしてしまったのです。なお、ボルガ博士の頭に爆弾があることを知ることができたのは、剣に備わっている能力によるものだったのですが、その説明が一切行われなかったため、当時の視聴者をまるで家族旅行先の宿がヤルミナティ経営だったため、全モニターがキリン挨拶垂れ流しなくらい困惑させたことが想像できます。また、この回はチャージマン剣における三大エピソードの一つとして知られ始め、さらにこの回はミュージカルにもなっており、そこではアニメ内で見られる狂気が余すことなく再現されています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てしんちゃんとガーシーに投票した人、今どんな気持ち？と思ったホリエモンの秘書に投票していた有権者は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、質問答えていきます。以前サウナに行った話をしましたが、キリンさんは整うという感覚は体験できていますか？一体どんな感覚なのでしょうか？ということでありがとうございます。前も話してないのかな、僕はサウナの入り方独特で、まず限界までサウナ入って、その後限界まで水風呂入って、その後すぐに熱いお風呂に入るんですよね。するともう整うを通り越して、もう決まりますね。決まるんですよね。なんで整う感覚わかんない人は試してみるのもいいかもしれませんが、ちょっと急激なその温度変化になるんで、その辺は気をつけてください。